ここは。いいか、廊下の奥の扉は絶対に開けるなよ。絶対だ。掃除をするために箱をどけるのはいいのだろうか。カバネがいない？そうなの、朝からずっと見当たらなくて。掃除の途中だし、これ廊下に落ちてたんだけど、あいつこういうのほったらかしにするやつじゃねえのに。どこにあったそれ？カバネ！犬神さん。やっぱりか。なんだここ、倉庫じゃなかったの？水。はい。ミハイ。缶詰。はい。ミハイ。誰？勝手にカバネを使うな、ミハイ。ほう、この小僧、カバネというのか。こんな従順で素直など、子供を雇ったこと、なぜ私に黙っていた、犬神。お前、今奴隷って言おうとしたな。バカな、ゲスな勘繰りはよしてくれ。まさか。お兄さん、ずっとこの部屋にいたの？いかにも。私はヴァンパイアのミハイ。犬神探偵事務所に情報通信技術を提供している。カバネ。はい。今日より貴様を私の給仕係に任命しよう。常に私のそばに待機し、ペットボトルの蓋を開けたり閉めたりするのが仕事だ。光栄であろう。わかりました。給仕の経験はあります。お前らちょっと出なさい。だから開けるなって言ったんだ。あの人やっべんだけど。ミハイは俺の古い知り合いでな。ヴァンパイアってやつは超人的な身体能力と知能を持ち、不老で反不死、獣の中でも高等種族だ。さらにミハイは暇を嫌った。大体の知識や技術はプロ級に習得したそうだが、ついにやることがなくなって遠征的になっていたとこを俺がこっちに呼んだんだ。そしたら日本のオンラインゲームにハマって。ゲームをしてればおとなしいが、機嫌を損ねたら何しでかすかわからん。なんでそんな面倒な人。俺は機械が苦手なんだ。事務所のサイトを作ったのもミハイだし、お前らの携帯の情報が稲荷に漏れないようにしてるのもミハイだ。役に立つやつではある。だからあそこには近づかないようにな。って言われたそばから。あんたヴァンパイアだかなんだか知らねえけどな、カバネを奴隷扱いすんじゃねえよ。近づいちゃダメって。しかし任命されたから。やれやれ、何なのだ貴様らは。これでは私のギルドライフに支障が出る。だからもうカバネを。
こうしよう。腕相撲勝負で決めるのだ。貴様らが勝てば、カバネは自由にしてやろう。何度挑戦してもいいぞ。だと？アキラ、お前もやれよ。カバネがどうなってもいいのか。僕が勝てるわけないじゃん。この白状もだ。だって、あの、俺が挑戦していいですか。え、ありなの？いいだろう。の、給仕係の要望を聞くのも主の務めだ。やっぱ奴隷じゃねえか。いいか、レディーゴー。腕相撲で負けた？そりゃミハイはああ見えて怪力だ。ヴァンパイアだからな。お前たちはからかわれたんだよ。くっそ。カバネは？お夕飯の買い出しに行ったけど。本気でやったのに勝てなかった。ミハイさんは全然余裕みたいだった。大人の獣というのはみんなあれほど強いものなのだろうか。もし俺にあの時の力があれば。もっと鍛錬しないと。俺は死なないからいいけど、事務所のみんなを守れないのは嫌だな。ミハイさんが悪い人じゃなくてよかった。キツネが木から落ちるとは。カバネ！コン。無駄だ。コンは同じ手には引っかからない。それにもういいんだ。カバネの首はもういらないと稲荷様に言われてしまった。カバネの首を持って稲荷様のもとへ帰ったが、そこにはすでに新しい狐がいた。稲荷様は一度もコンの方を見てくれなかった。コンがいい子じゃなかったからだ。今のコンのままでは帰れない。コン、勝負しよう。勝負？嘘だろ、お前が部屋から。ゲームができない。は？カバネとかいう小僧に手首を折られた。これではギルメンに迷惑をかける。腕相撲でか？ヴァンパイアはクーラーではないのだぞ。治るのに1週間はかかる。あの小僧、なかなか訳ありのようだな。治るまで暇だから、貴様らの仕事を手伝ってやろうかと。あ、待て、何をしてる。うん、これが。どこい。ああ、もう勝手に変身して責任持ってやれよ。これなぜだ。お前が受けたからだよ。やるのはあの小僧どもだ。私はそれを見て楽しむことしかしたくない。いや、だからってこれは下手すれば死人が。この私からゲームを奪ったのだ。それくらいでなければ割に合わぬな。はあ。策はある。私の部屋に来い。本当かよ。
どうしよう。これでは帰れない。コン、起きて。眠ってしまったか。コン、稲荷さんの元へ帰りづらいなら犬神さんのところへ来る。犬神さんならきっとコンに居場所をくれる。俺も助けてもらった。どう？それはできない。コンは狐だ。タヌキの元では暮らせない。でもカバネとなら暮らしてもいい。カバネはタヌキの手先だが、タヌキではない。ここならスズメもハトもいるから、クーには困らない。カバネもここで一緒に住めばいい。ごめん、俺すぐに夕飯を買って帰らないと。それは任務か？任務ではない。でも当番だから、それが終わったらまた来るから。本当か？どれくらいで終わるんだ？わからないけど、そんなに時間はかからないと思う。分かった。絶対だぞ。コンは待ってるからな。必ず。ただいま戻りました。遅い。何やってたの？仕事だぞ仕事。犬神さんは俺らに任せるって言ったんだろ？うん、自分は別件があるからと。いいぜ、俺やるよ。なんか四季やる気満々。まあな、ちょっと試したいことがあんだよね。よし、行くぞ。あ、嘘。なんでなんで？すごい。ほう、考えたな。貴様、荒くねの子であったか。ネットで擬態する虫の記事見ててさ、俺の意図でもできないかなと思ってたんだよね。実用性チェックしたかったからちょうどいいわ。バグバイト電子、3年前自社工場で年間16人の自殺者を出し、世間から大バッシングを受け、倒産の危機に陥るも、翌年には見事会社を立て直し、その年の自殺者はゼロ。メディアでの悪評も消えた。不自然なほどにな。貴様らの任務は、自殺者ゼロとなった謎を解くための情報を掴んでくることだ。了解。せっかく犬神さんが任せてくれたんだもんね。それだけ貴様らを信頼しているということだろう。ここから出せ、ミハイ。こんなところに閉じ込めやがって。この機械。よし、二人は待機位置に着いたな。あとは荒くねの小僧がうまくやれるからだ。大成功だけど、なんだよそれ。これはかつて私がトランシルバニアの消える弾丸と呼ばれていた頃に作った魔改造マシン、ミハイマグナムだ。遠隔操作機能はもちろん、超音走行に光学迷彩、おまけにカメラ付き、その他いろいろ楽しい機能が満載。任務の頼れるパートナーとなるであろう。初めからそれ使えよ。俺いらないじゃん。だいたい光学迷彩なんてどうやって？軍隊に所属していたこともあったのでな。当時はトランシルバニアの死神と呼ばれていた。ミハイさんって何者？ただの嘘つきだろ。バカ、やめろ。気づかない。ごめんごめんた。明かりがついてる。覗いてみろ。何か見えたの？いや、なんか
みんなすげえヤバい顔して働いてるっつうか、今にも死にそうみたいな。でも自殺する人ゼロになったんでしょ。とてもそんな風には。やめる、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 やめる。どうかなさったの？加賀マネージャー。まあまあ、かわいそう。こんなに震えて。こちらへいらして、お話聞かせてください。私、温かい飲み物をお入れしますわ。こちらの部屋ですわ。ここは従業員のお悩み相談室ですのよ。さ、どうぞ中へ。今明かりをつけますわ。私は今日一睡もできてないってのにさ。喧嘩しないの。明日一番は桃香にあげるわ。明日吸えるかわかんないじゃん。この件は社長に。ええ、いつも通りご報告をね。あいついつもお姉ちゃんの言葉に騙されてさ。もうあのバカ社長の脳吸っちゃおうよ。そうすれば私らのやりたい放題だよ。それはダメ。社長には私たちの隠れ蓑でいてもらわないと。ん？あ、起きた。はいはい、お疲れ。引き続き頑張ってください。どうなってんだ。もしかしてあの人また仕事に戻ったのか。耳を貫かれているようだったけど、脳みそうまーとは。しばし待て。これどうやったな。犬神。見合いか。脳を吸う蚊の獣に心当たりはあるか。蚊？それはカノンバだ。食欲旺盛で血だけじゃなく内臓や脳までも吸う。待て、そんなのが相手なのか。血液や内臓は吸わず、脳だけを吸い殺さず生かしている。おそらくあの無気力な労働者たちはすでに吸われた後なのだろう。では自殺者が減ったからくりは。吸われたことが原因だろう。思考できないのだから当然だな。話の内容からしてあの蚊の獣が主犯で間違いない。確か3人いたっけか。きついな。了解、ではやっつけよう。お前俺の話聞いてた。3人相手は無理。絶対こちらも3人だけど。アキラを頭数に入れんなよ。どうせさっきのでひっくり返ってんだろ。そこで侵入ルートを確保して一度引く。犬神さんに相談して対策練ってからでもいいだろう。分かった、従う。よし。正気かこやつら。子供のくせに慎重すぎる。実につまらん。元凶はこの小僧だ。荒くねの汎用、指揮。こやつの子供離れした冷静さ、慎重さがつまらなさを極めている。いいだろう、貴様がそういうつもりなら私が撃鉄を起こしてやる。何かしら今の音。さあちょっと見てくる。何これ、おもちゃ。これの音。何かあった？
分かんなかった。どっかで備品の箱でも崩れたんじゃない？そんな音だった？気になるわね。少し調べてから帰りましょうか。私は工場を、あなたたちは？ああ、私この辺やるよ。じゃあ私一回ね。任せるわ。落ち着け。ミハイさん持ってかれちまったけど、あの人のことだ。自分で何とかするだろう。あとは俺が慌てず慎重に脱出するだけ。大丈夫だ。窓のあるところまで行けば糸を伝って外に出られる。でももし失敗したら。へえ。やっぱり誰かいたんだ。こりゃよく見ないとわかんないわ。人殺すと狐にバレるからさ。レイカ姉さんに止められてんだけど、この場合は仕方ないよね。君、見ちゃったんだもんね。仕方ないよね。何をほうけているのだ、貴様。今のは反撃せねば確実に死んでいたぞ。何をしている？早く立て。なんだ、様子が。そうか、この子ぞ何かトラウマを抱えているな。冷静で慎重などというのはそれを隠すための虚勢だったわけだ。これは遊びがいがあるぞ。途切れた希望握りしめその先へ。